ちっちゃい時からサッカー始めて、大体こう足先の感覚とか足っていうのを意識はしてるけど、具体的に足先じゃなくて足指まで、足の指がものすごくボールタッチする、キックするとか止める時にものすごく大事だっていうのは、1回目で少し触れました。で、特に足の指とかを使うということ自体に、それぞれの体型もあるんで、ここでやってるのをそのままこう真似するとかコピーするんじゃなくて、自分に合うようなやり方に少しこう変えていくと。でもやっぱり足の指っていう感覚を常にこう意識してボール触るっていうことで、今回はそのアウトで前回やった分、今回はインサイドの指先でボールを少し止める、処理するっていうところをちょっと見せたいと思います。今度はインサイドで右で指側でボールを止める、外側を、そうそう、お腹使わないでね、この辺ね。お腹使うと引き具合によってまたこんだけボール動く。このボールの勢いに合わせる引く動作っていうのが、特に大学生だとだいぶできるけど、小学生とかできない。だから本当にうまい子っていうのは小さい時から抜き方してる。でそれ具体的に何かっつったら、引く動作と、もうそれは難しいんだけど、指できるだけボールを使う。ここ使うと骨の塊、肉の塊だから反発する。これがまた動く。じゃあちょっと外。インサイド一番多分使ってるから、指使ってさっきと同じ。さっきは縦でこう。今こうで、あともう2、3やり方は、ちょっとボールをギリで上げてスピンかける。ちょっといい。このぐらいちょっとボールの上半分以上足浮かして触ると、大体ここ止まる。だから一番やっちゃダメじゃないけども、一番意外と難しいのはお腹使ってこういう引く動作。これずっと指導書にも書いてある。ちょっと差が引くとか勢い。でもものすごい速いの来た時にこの動作は間に合わない。ただ一番普段使ってるのに一番取られやすいと。でその時もできるだけ速くても。もう一個は体使って全体率下がる、同時に。で、体使って吸収するその動作も入れて、初めてボールのスピードを処理する。そう。今止まってないんだけど、ここの回転見てほしいのは、いつも体側に回転してるんです。これは大事なの。絶対に毎回転でボールを止めないと。スピンか一瞬で止める。でそれには指かインサイドだったら若干上げて、ここに当ててボールをスピンさせるか、もしくは体全体で吸収。で、3つ今出したやつのどれか、お腹は絶対使っちゃダメかとは言わないけども、できるだけ前半分使って、さっきの縦と横をうまく使うと吸収しやすい。ただこれもな回数慣れないと、神宮さっきやったやつ外に流れる。でどっかで多少壁作る。でこれも回数ある程度練習していって、指に当てるけども、こういうふうにこの辺に。っていう瞬間、これは慣れない。だからもうすぐに10回でうまくなる技はあまりないから、多少何十回か、毎日ちょっとずつやって、お腹に当てないで、指の方で、いかに。
とはちょっと下触ってわざとで下にボールを半分だけ触るのずっと打たれる。でこれは足の裏使っていく半分こうじゃなくてこうこれで触ってこうスピンかけるの。やっぱり人が見たらさっきのあのパッと指使うのと同じで軽く 見られるというか立った状態でやってる。でも実際立った状態でリラックスした方が次のプレーに移行するのは一番選択が多いはず。毎回力入れてこんな風にボールでこんな風に止めて次のプレーの気配をどんどん見せて得することめっちゃない。だからここで無駄な体力使わないと。できるだけ足先だけのプレーが悪いっていうのは多分コンタクトの瞬間ぐらい。技術は毎回体全体使ってそこでスタミナ使うっていうのはあまり賢くはない。だからできるだけ立った状態の問題もう全部見れる状態にしてでこういう動作に毎回フルパワーでエネルギー使うんで次とかボールに向かう実践に使えなかったら意味ないから。こうやって来た時にこれだったらこっちで問題ない。で大事なのはもう一個キックの時も言うけどもここを抜くのにここせっかく抜いてるのにこの辺に力入ってる人高校生とか中学生とか時々教えに行ってもちょっと固定して止めろとか言われると膝から下全部力入れてる。そうするともうガチガチなんです。止まるものも止まらない。だからここ抜くということはここも一斉に抜くの。キックの時の固定とかはまた違う力の入れ方するけどボール止めるんだから止める時に力必要ない。だからここも力を抜いてる、指を抜いてる、足首も膝もつけるんだ。でボールを触るときは出ないとボールの勢いは吸収できない。